ケンさん、バイク歴は、バイク歴は長いんですか？長いっすね。もう10、ハーレーの乗り始めが10なんで、その前は高校生の時からバイクは乗ってるんで。で、30ぐらいになって、はい。あ、どっか甘い。30ぐらいになって、結構、FTR っていうホンダの、はい。まあ、小さい200、2半ぐらいのやつ乗ってたんですけど、全然スピード出なくて、遅くて、つまんなくて、もうハーレー買っちゃえって、限定改造取って。フルカスタム。フルカスタムですね。カリフォルニアの、ガレージカンパニーっていうカスタムショップなんですけれど。カリフォルニアでカスタムしたのを持ってきたってことですか？うん、船で送ってもらいました。もともとこのハーレーはそのカリフォルニアスタイルを作ってるマギノさんって向こうにいるんですけど、マギノさんが乗ってたバイクを譲ってもらって。へえ。ただ日本の車検証を作っていなかったんで、いろいろとちょっとウインカー変えたりとか、ナンバーに変えたりとかっていうのを気にして、じゃあカスタムの仕様をちょっとお掃除しながらでもいいですか？はい。まずもともと、まあ、これはハーレーのスポーツスターっていう部類の、車種になるんですけど、それの、パパさんって言って 883cc のタイプのものですね。前は 1200cc 乗ってたんですけれど、まあ、結構十分ですね、パパさんでも。パワーとしては。で、基本的にも全部いじってはいるんですけど、エンジンと、まあ、駆動系は全然いじってないです。マフラーは変えてて、で、あ、ノーマルの写真があるんですが、刺しましょう。はい。ボン。で、あとタンクがこれ、ドゥカティのヴィンテージのバイクです。から取ったタンクをオールペンして。とあとシートも変えてます。でリアのフェンダーはカットしてます。あとマフラーをショーティーにして、であとこのサスペンションも、まあ、ショートにしたりだとか、あとフェンダー取ったりとか、あとハンドルも変えて、でコンセプトはシティオフローダーなんですよ。カリフォルニアシティオフローダーですね。オフロードの要素も入りつつ街乗りでもできるっていうのがコンセプトですね。シティエブぴったりですね。そうですね。前回10年前以上かに作った宮崎のクレイジーオレンジってところで作ったバイクの時はコンビニライダーっていうコンセプトなんです。コンビニライダー。コンビニライダー。ツーリングはしないけどコンビニまでちょこっと買い物に行ける手軽なハーレーダビッドソンっていうのがコンセプトだったんです。それ 1200cc で作ってたんですか？それ1200だから細く作って、まあ音がうるさかったり緊張のやつ、そんな簡単に買い物に行けないんですけどね。まあといった感じの可愛いやつです。はい。